アイバー・ノベロは、ウェールズの作曲家、歌手、俳優。20世紀初頭において、最も人気のあった、イギリスのエンターテイナーの一人である。カーディフ・カウブリッジロード東の聖火有名な歌手、教師である母、クララ・ノベロ・デイビスと、シューゼーリであった父、デビッド・デイビスを両親として、ウェールズ・カーディフ・カウブリッジロード東のルインが、エーオスで生まれた。 出生を記念するブループラークを聖火の傍らで見ることができる。彼はオックスフォードの名門マグダーレンカレッジに通った。ノベロが最初に世に知られるようになったのは第一次世界大戦中に作曲した Keep the Home Fires Burning という歌によってである。1917年に手掛けたミュージカルテオドール &CEO は戦時中にヒットした。 ノベロは自身のミュージカルをオペレッタのスタイルで描いた。そしてこの形式における最後の一流作曲家の一人であった。彼は主にクリストファー・ハッサルのリブレットに曲をつけた。第一次世界大戦後は1930年代まで映画俳優として活躍した。アルフレッド・ヒッチコックが1927年に監督した日本のサイレント映画、下宿人とダウンヒルに主演している。 舞台上では例えば、モルナ・ルフェレンツ作、リディオムのロンドン初演の際に、主人公を演じるなど、時折印象的な役を演じた。また彼自身が構成した、ウエストエンドミュージカルにも出演した。1930年代の彼のミュージカルは、数度の場面転換、多くのエキストラとダンサーを含む、大量の出演者による贅沢で壮大な作品だった。その中でも、 最も有名なものがグラマラスナイトとザ・ダンシング・イヤーズである。後にノベロはハリウッドで多くの成功を収めた映画に出演したが、舞台が彼の最も愛したものであり、彼に大成功をもたらすものであることに変わりはなかった。1933年、ノベロは半引退状態であった女優のジーナ・デアを説得して復帰させ、その後彼が死ぬまで頻繁に共演し、 自身が書いた作品中に彼女のための役を用意した。経歴の末期に彼はパーチャンスツードリーム、キングスラップソディー、ゲイ、エス・ザ・ワードなどの最も大当たりしたミュージカルを制作した。ノベロは同性愛者で華やかな同性愛の恋愛遍歴で知られている。35年間イギリスの舞台俳優、ボビー・アンドリュースと恋愛関係にあり、また、 イギリスの詩人で作家のジーグフリード・サスーンとも関係を持った。長年彼は東部バークシャーのリトルウィック・グリーンで暮らしていた。第二次世界大戦中、ノベルは戦時のイギリスでは重罪であったガソリンクーポンの不正使用により懲役発収を宣告された。フランキー・フレイザーが彼と共に刑に服した。釈放後は死の前日まで舞台に出演し、 賞を書き続けた。ノベロは58歳の時に冠動脈血栓症で休止した。意外はゴールダーズグリーン仮想場でダビンに付された。1955年から始まったノベロの名を冠したソングライター、作曲家のためのアイバーノベロショーが毎年5月に行われている。ありがとうございます。